ピシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペイーエーク。今日はオペオム大七夕パーティー。いやーすごいな、圧巻だな。みんなのお願い事がこう貼ってあるとな、すごいな。は、光あれって書いてある。これはきっとウォーリアさんだな。うん、うん、よし、私も書くか。あなたは人の願い事を見てはいけない。でも気になる、あの私にだけちょっとお願い事見せてくれませんかと、七夕の短冊に書いてあるお願い事を見せてもらいたいのはラグナ森下ゆき子と、今日はオペオム大七夕パーティー。わー、いいですね。150人以上ね、こんないっぱい飾ってあってすごいな。なになに、むって書いてある。これはきっとエクスデスさんですね。いや、人の願い事見ちゃいけない。でもすいません、私の願い事を見せるので、よかったらあなたの願い事も見せてもらってもいいでしょうか。と、七夕の願い事を見てみたいのはシャドウ大原ひとみです。さて、今回も始まりましたオペオペ EX、こちらは私たちが作品の垣根を越え、総勢150人以上の FF キャラと冒険が楽しめるピシディアファイナルファンタジーオペラオムニアを改めて始めたいと考えている人や初心者の方、そして FF シリーズが大好きな全プレイヤーの方々と一緒に楽しんでいく番組です。はい、ということで番組は第26回。はい、いやそうだよね、人のお願い事を見るなら自分の見せなきゃだよね。私間違ってた。いや、別に見せっこしようとかさないからさ、飾ったらそっと見ればいい話なんだけど。そうだね。ラグナ、ラグナ、おー気になると思って。確かにね、あのカリスマは一体何を短冊に書くんだろう。すごい、あのちょっとボケが書いてある可能性もあるし、うん、すごく大真面目な素敵な願いを書いている可能性もある。気になるのよ、ひとちゃんはシャドウ。いや気になるね。気になる。やっぱ結構みんな FF のキャラクターっていろいろ背負ってるけど、そのなんかささやかな願いとかね、うん、まんじゅう食べたいとか、わかんないけど、まんじゅう食べたい、わかんないけど、案外さ、あ、こういうこと書くんだみたいなこともあるかもしれないから、うんうん、シャドウ、いや短冊に素直に書いてほしいね、なんか、まずでも参加してくれたことに感謝だよ。本当だね。みんなみんなありがとう、こんな短冊を。ことで、はい、もう七夕ってもう2021年も折り返し、はい、折り返したか、一瞬だな。返してますよ。今年前半でやり残したこと、後半で挑戦したいことありますか、うん、だって。なんだろう。新年で書き初めした、困っても穏やか、元気いっぱい、できてますか。全然できてない。忘れてたよ、私元気いっぱいって書いてたの。よっぽどだね、頑張んなきゃいけなかったんだろうな、新年だいぶね。え、なんか困ってたんだろうね、なんか何書こうかなって、うん、私困っても穏やか、なんか全然できてないや。あ、そうなの。困ったらもう頭かきむしって。大暴れしてんの。大暴れしてる。誰も見たことないよ、そんなの。あーもうってなってる。そっか、じゃあ、ね、いいですか、後半もそれってことで。私たちそうだね、まだ達成できてないから、うん、このまま引き続きこの忘れてた書き初めを目標にしよう。もう一度胸に刻んでやっていきたいと思います、うん、はい、はい、でこの後ね、すぐに新情報コーナーもありますので、今回はどんな情報なのかお楽しみに。では始めてまいりましょう。ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペ EX の第26回、今回のミッションスタート。オペオペ EX。 さて、まずはこのお方をお呼びしましょう。オペノスケさん。おお、ここがオペオム七夕大納涼祭の会場か。さすがに
すごい人数だ。150人以上ですか。お、あんなところに願いを書いた短冊が。ちょっと覗いちゃおう。と覗いてみたいのはホープ、オペの助でございます。おお、はい、ホープ、ホープ、うんうん、ちょっとやっぱなんだろう、オペオム的には今ホープは何を願ってるのかなみたいなのが気になったっていうね、真面目な感じで考えちゃいました。本当今だって彼の感情は今、うん、すごいね、気になる、何を今考えてるのか、考えてるのか、ね、そう気になる。でも七夕祭りには参加してくれた。本当だ、してた。ギリがたい。ちなみに何だい、オペノスケさんの書き初めは英語でダイエットでしたが、そうでしたね。どうですか、どうですか、ぼちぼち変化ないっていうね。ええ変化ないっていうね。変化ない、変化なし、現状維持、現状維持、まあ、キープキープいい言い方、キープしてるんですね。キープしてる、まあ好きでキープしてるわけじゃないんですけど。あ、では後半もいいですか、目標変えなくて。いや、もうちょっと頑張りたい気持ちはすごい、え、気持ちの上では頑張りたい。じゃあ3人とも、そのまま目標変えず後半も。これ下手したら毎年これ書いてるのに毎年忘れてるまであるもんね。いや、本当去年何書いたかっていう、全然思い出せない、全然思い出せない、確かに、はい、はい、あ、そしてここでお便りをご紹介しましょう。お、ありがとうございます。ありがとうございます。オペオペネームマヨさんからいただきました。マヨさん、はい、森下さん、大和田さん、オペノスケさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。突然ですが、皆さんはたい焼きをどこから食べますか。僕は羽根付きのたい焼きなら頭から、普通のたい焼きならお腹からガブッといっちゃいます。なるほど、突然な。これもお便りが突然な。どうですか、うん、いわゆる普通おたってやつですね。普通おたきましたよ。こういう質問嬉しいですよ。ねえ、すごいね。今までオペオペでやったことのないようなトークを今からやろうとしてるよね、これ。どうですか、やったよ、普通おたきた。うん、ゆきこは頭からかな、尻尾が好きだからね、頭を先に食べる。尻尾が好きタイプだ。尻尾好き、このバリッとなった三角の部分。はい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 、はい、うん。のひとちゃんは？私は尻尾からかな。あ、そうなんだ。そうなんだ、はい。頭のぎっしりが好き。ぎっしりやっぱ残ってる方を後にします。好きな方をね最後にするっていうのあるよね。うん。オペノスケさんは？オペノスケはね、頭からだね。ふんふん。お二人は多分その何だろう、好物は最後に食べておきたいタイプ。そうです、そうです。なるほど。オペノスケはあれですね、尻尾が頑丈だから、こう何だろう、中に入っているものがこうブニュって出てこない、安心感で食べてる。なるほど、効率。そう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 、確かに防御力が高いから、尻尾の方が綺麗に食べられるってことってことなんだ。っていう気持ちで、そう、尻尾を残すというか、尻尾が最後にある。うわー、たい焼きでそんなこと考えたことなかった。確かに。お腹から行った時にどっちに進むんだろうね、頭とお尻。確かに、ね、確かに、まあ、真ん中から行くとね、一旦切るのかな、ね、一旦分かれる可能性すらあるもんね。一旦切る可能性で、万博モードになって、うわーっつって。そう、アサルトモードみたいに言って。お便りありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じでですね、普通のお便りもお待ちしておりますので、お便りの送り方は番組概要欄をチェックしてくださいね。はい、ということでね、オペラスがカスタードも好きです。まあ、わかる、わかる。はい、ということで、こちらのコーナーに参りましょう。オペラスの情報通の館ということで、今回も新情報をお届けします。まずはお品書きをご用意しましたので、大和田さん、お願いします。はい、今回のお品書きはこちらです。新章開幕、新 BT 武器 &LD 武器を公開。7月の新キャラを紹介。工作する医師ユーリー登場、新 LD 武器も追加。わー、はい、楽しみだ今日も、うん、はい、ということで、今回は6月30日に開幕する第3部6章で登場する BT 武器と LD 武器の紹介。はい、そして7月の新キャラ情報と
7月の6日に、実施される工作する医師ユーリーをお持ちしました。なるほど、はい、いやー新章来ましたね。来たね、はい、お待たせしました。待ってました。まあ、ちょっと早速参りましょうか。はい、はいはい、ではまずはこちらからいきましょう。どうぞ。はい、ということで第3部6章前編で追加の BT 引きと LD 引きをご紹介します。はい、はいはい、今回も1人のキャラに BT 引きと LD 引きが追加されます。おお、ということはまだ BT も LD も持っていないキャラどっちも引けないキャラですな、ね、うん、そっか、ロックの次でしょ。全く想像つかない。ヒントがない気がする。BT も LD もない、うん、BT も LD もない。誰なの、誰ですか誰なのよ。わかりました、じゃあ早速ご紹介します、うん、新武器が登場するのはこのキャラです。はい、うん、はい、ということで BT 武器と LD 武器が追加されるのはギルガメッシュ。はい、キャラクター調整もございます。すごい、最高か。ギルガメッシュに、ギルガメッシュに来るの、はい、今回 BT 武器と LD 武器の両方が追加となります、うんうんうん、はい、こちらオペオメのギルガメッシュは各種アビリティを使うことで、まあ、通常ブレイブ攻撃と HP 攻撃のコマンドが、まあ、虎鉄とか源氏の刀に変化したりと、割となんだろう、ユニークなタイプというかユニークな性能のキャラクターでしたね、うん、そうですね、はい、そんなギルガメッシュの LD 引きからご紹介します。どうぞ。はい、はい、うん、新 LD 引きは政宗、LD アビリティは俺が悪かったになります。俺が悪かった。嘘だけどな。お、ひどいよ。知ってますねひどい、そういうことする、そういうことする、そうなんです。このね、エディアビリティ俺が悪かったは全体への近距離物理ブレイブ攻撃プラス全体 HP 攻撃を放つ技です。うん、で、自身に強化効果の次元を放浪するものを付与するんですね。うん、ほうほう、この強化効果は自身のステータスアップのほか各種 HP 攻撃のコマンドがアイスブランド、うん、アポカリプス、うん、キングスソード、うん、伝説の剣の4種類からランダムで変化するようになりますいや、なんか、はい、すごいいろいろ気になりますけど、うん、そもそもね、このハテナっていう、ハテナいっぱい出てきましたね。ハテナいっぱい出てきましたね。そうですね、カッコ仮ってわけじゃないんだ。いや、これほんとそのままそのそういう技名です。ハテナまでがちゃんとコマンドの技名なんですね。そうなんですね、なるほど。はい、ではね、まずはこの変化 HP 攻撃のコマンド、このね、今4つあると言いましたけれども、この4つに共通する性能、これから、ご紹介していこうかなと思います。はい、はい、では次のページお願いします。うん、はい、共通の性能として、この HP 攻撃は近距離物理ブレイブ攻撃プラス HP 攻撃を放つ技となっております。うん、うん、で、自身に付与されている強化効果を1アクト延長する、うん、プラス、行動負荷とアクト加算がないです。へえ、うん、で、この攻撃を使用した直後の行動は、変化前の HP 攻撃、まあ、例えばコマンドの変化状況を満たしていればHP 攻撃プラスとか源氏の刀とかですね、うんうん、これに1回戻って、はい、でその次のギルガメッシュの行動からもう1回さっきご紹介した4種類の新しい HP コマンドのどれかにランダムで変化するようになります。ランダム、うん、なるほど、うん、つまりこの行動負荷がない攻撃を行うと、はい、通常 HP 攻撃に戻っちゃうけど、うん、またその次の行動で HP コマンドが変化していくっていう。おお、綺麗にまとめてくれたまとめ上手、うん、いや頼りになるなその共通じゃない部分っていうのももちろんあるわけですよね。うんうん、その性能も、ね、気になる、うん、そうですよ、4種類ありますから、うん、はい、では次のスライドお願いします。はい、それぞれアイスブランドはターゲット吹き飛ばす、うん、アポカリプスは敵全体の行動順を下げる、うん、キングスソードは自身以外の味方の行動順を自身の次に移動させる、ほうほうほう、うんうん、で伝説の剣は
与えた HP ダメージに応じて HP を回復して、最大 HP を超えて回復するっていう性能になってます、うん、なるほど、うん、これってあれオペラオムニアの他の味方の武器だったりするですか、もしかして。すごい心当たりある。なんかそうだ、そんな感じする、そんな感じする。いや鋭いですな。そうですね、これ、うん、それぞれこのアイスブランドとあのラムザの武器、うんうん、アポカリプスっていうのはクラウドの武器、うん、キングスはオニオンナイトの武器、うんうん、ディフェンスの剣は、パラディンスシルの武器と、まあ、それぞれの、ね、LD 武器の性能がこの性能のモチーフになっております。なるほど、なるほどね。全体下げたり後ろについてったりね。そうそうそう、そうか、うん、その特徴があるもんね、うん、でも全部ハテナついてるから、うん、ギルガメッシュはどういうつもりなのかな。勝手に作っちゃったの。オペオムの世界でこう仲間になったみんなの武器を作ってみたんじゃない、うん、自分で作って自分で。すごいよ、やってみたんだ。ちょっとした八文をこうあの能力羨ましいなっつって、うん、つって自分で作った結果、うん、その技が使えるっていう4人分の LD、うん、そうですね、この4つのどれかがランダムで。すごい、いやランダムっていうところは面白いね。うん、らしいね、すごいギルガメッシュらしさがある。ハテナって部分もすごい、ちょっとなんかさ、なんて言うんだろう、心がねふにゃってする。本物ではないよみたいな。本物ではない。アイスブランドみたいなね、うん、気が抜けて顔なんかいいな。でもランダム効果って、まあ、聞いた時はちょっと使いにくそうとも思ったけど、なんかどれが発動しても強そうで、うん、いいね、これは面白い。そうですね、まあ、自分にねその付与されている強化効果が1着と延長されるし、うんうん、まあ、行動負荷もアクト加算もないんで、なんだろう、使い得出し得っていうのかな、その、うんうんうん、温存する必要がないんで、まあ、かなりねどれが出てもいい感じになると思います。確かに、うん、行動負荷もアクト加算もないからとりあえず使っとけみたいな、うん、そうそうそう、とりあえず使っとこうみたいな気持ちになる、ね、なる。すごいすごい、はい。続いては BT 武器の紹介です。はい、 BT 武器はエクスカリバー、うん、フィニッシュバーストは究極幻想になります。うん、はい、こちらはね、ディシディア・ディオジュシム・ファイナルファンタジーの EX バーストが演出のモチーフとなっておりますね。はい、こちらのフィニッシュバーストの究極幻想は全体への近距離物理ブレイブ攻撃プラス全体 HP 攻撃を放つ技です。バースト効果は味方全員のステータスをアップするっていう内容なんですけれども、これはギルガメッシュがね行動するたびにこのステータスアップの効果が追加されていくっていうタイプの段階性になります。なるほど。はい、先ほどねご紹介した LD アビリティ、こちらでね、はい、変化する HP 攻撃のコマンドが、まあ、行動負荷ないって言ったじゃないですか。はい、うん、まあ、なのでそのギルガメッシュが連続で行動してこのバースト効果の段階も上げやすい、うーんっていうイメージですね。なるほど、確かに。はい、それに加えてこのバースト効果の期間もね長めとのことなので、逆にこの連続行動しすぎてすぐ切れちゃうよみたいなこともないはずなので、そこはご安心ください。よかった、ありがとうございます。はい、そしてギルガメッシュにはこちらもご用意しました。おお、はい、こちらのスキンになります。これ見たことあるな。見たことある、8のこれは FF8 のやつ。そうですね、8衣装がモチーフの格好ですね。うーん、サイファーあいつギルガメッシュが来て飛んでってサイファーの不憫な姿を思い出すその時のモチーフということですね。そうですね、はい。いや、この衣装はいいな、好きだな。うん、普段のギルガメッシュとは印象は変わりますよね、これ。うん、なんか違いますね、やっぱね、うん、なんかクールな感じに見える、うん、ね、背中もねグーチョキパーになってるっていうね。あ、本当だ、左からねグーチョキパー本当だ、おちゃめなやつだよ。遊び心あふれる男かわいい。はい、こちらのスキンが発売となりますのでぜひお買い求めください。はい、続いてはギルガメッシュと一緒に BT 武器の進化が行われるキャラクターもご紹介します。うん、このキャラです、はい、
はい、ということでケフカキャラクター調整もあります、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらねケフカはあの BT 武器進化で、ステータスアップ系の強化が得られるんですけれども、うん、あの敵に付与された弱体効果の数に応じて効果がアップするみたいなイメージになる予定です。おお、なるほど。そしたらケフカにぴったりの効果ですよね。そうね、あの弱体効果いっぱいつくから、うん、ケフカのバースト進化が来るってことは、はい、LD もガチャで来ますよね。はい、いや私ケフカもずっと、うんうん、BT を結構早めにやっててよっしゃって思ってたけど、ずっと LD 持ってないキャラなんで。あーなるほど、じゃあ LD が欲しいキャラだ。LD が欲しいからこの進化とともに LD も当てて強くしたいキャラ、うん、まあもちろんねこのギルガメッシュもケフカもね覚醒90も解放されますんで、はい、うん、はい、EX アビリティも強くなると、はい、それも合わせてね、そうだ、そうそうそう、お楽しみいただければなと思います。はい、EX アビリティめっちゃ強くなるからなね、うん、めっちゃ爽快よね、うん、ケフカって今でも結構 EX アビリティって強いと思うんですよ僕は、うんうん、あの強制ブレイクだし、うん、だからどういう風に強くなるのかなっていうのはねちょっと楽しみです。楽しみ、うん、はい、はい、では続いてはこちらです。7月の新キャラについてです。来ました、新キャラ、うん、そっか、第3部6章関係だなってことだよね。だよねまあそういうことになっちゃいますね。誰ですかね。誰なんだ、誰なんだい。よしこの人です。あーうわー、羨ましい。はい、ということで7月9日に予定されている第3部6章後編では FF2 からレイラが参戦です。武器種は探検、覚醒クリスタルの色は黄色になります。めっちゃ麗しいやん。レイラさんいらっしゃった。レイラさんね、女海賊、海賊系女子ね、海賊系女子増えた、うん、いやめっちゃ可愛いこれメロンムニアのこのねイラストになると、このレイラさんこういう感じになるんだっていうさ、わかる。え、なんていうのこれも、すごい可愛い、目の力がさちゃんとさ表現されている、ちゃんとなんだろう、わかる、うん、彼女の強い意志を感じる。いや色合いもすごい素敵だね。すごく素敵、嬉しい。 FF2 からの参戦、はい、嬉しいな。海賊のお頭ですから、お頭。こちらのレイラは実は前編のシナリオにもがっつり絡んでいます。がっつり、おお、がっつり登場してます、うんうん、はい、あの第3部ではねまだ FF2 ってね登場してないっていうところもあって、うん、あ、ま、はい、で今回ねレイラがね参戦ということで、うん、ってことはこの第3部6章はみたいな、そんなキャラが活躍するんだよきっと。活躍するんだよ。小声で会話し始めた。そういうことなんだなるほどな今何打ち合わせしてたの、すごい綺麗に今揃った揃ったね、大体の語彙が一緒なんだあんまりねここね多くは語りません。もう明日からのねこの第3部6章の前編をぜひやってみてください。はいはい、はい、続いてはこちらになります。うん、7月6日に追加される工作する医師ユーリーでございます。はい、うん、ユーリーは第3部5章でピンチになっていましたよね。ピンチになってたピンチになってたね、あのユーリーピンチになってた、ピンチになってたよ、大変な目に遭ってたからね、うん、うん、そのユーリーが、はい、今回この工作する医師に登場ということで、一応そのお話の時系列としては、うん、この第3部5章が終わった後のお話っていうイメージで見てもらえればと思います。なるほど、そう、内容は秘密、はい、やってみます、うん、そしてこの工作する医師ユーリーで LD 引きが追加されるのはもちろんこのキャラ、うん、はい、ユーリーに LD 引きが新登場、キャラクター調整もございます。わー、はい、ユーリーといえばチェリンカが一緒に戦ってくれるキャラクター、うん、そう、ね、いつもユーリーチェリンカが後ろでねこうやっていてくれると強いんだよね、うん、バトル中も仲良しよ、うん、全体攻撃とかね強くって、あと生属性の攻撃もできて
そうですね、うんうん、あの EX 進化ぐらいの時はあの当時は珍しい等倍輪全体攻撃とかだったんじゃなかったかな確か、うん、強かった強かった、うんうん、オペの助も結構このキャラクターにお世話になりました、うん、そんなユーリーの LD 引きはこちらです。お、はい、新 LD 引きはエクスカリバー。エクスカリバー、はい、うん、LD アビリティはマジックパイルアルテガになります。うん、このマジックパイルアルテガは全体への魔法ブレイブ攻撃プラス全体 HP 攻撃を放つ技となっております。自身強化効果クリスタルの記憶を付与します。はい、はい、このね、強化効果クリスタルの記憶は自分のステータスを上げるっていうほか、攻撃ヒット時ターゲットに段階性の弱体効果リングホールドを1段階付与するというものになっております。うん、うん、はい、あ、ちなみにですね、このリングホールド、すでにこれがね付与されている場合は、ユーリが攻撃す ると、この弱体効果の効果期間はそのままなんですけど、うん、この段階だけアップしていきます。はい、うん、はい、さらに、通常ブレイブ攻撃コマンドがマジックパイルホーリガに変化するんですね。うんうんうん、でね、ちょっと今いっぱいいろんな新情報が出たと思うんで、はい、ちょっとね一つ一つね噛み砕いていこうと思います。お願いします。はい、まずはこの段階性の弱体効果リングホールドの詳細からいきましょう。はい、はい、次のスライドをお願いします。はい、このね、リングホールドは対象の防御力を下げるっていう性能の他に、うん、この弱体効果が解除した時にその時の段階に応じて強力な追加攻撃が発動するっていう風になっております。解除時、そうなんですよ、その解除するまでに段階を上げていって解除した時に追加攻撃発動するっていうギミックになっておりますので、うんうん、しっかりとこの弱体効果が切れる前に段階を上げるっていうのがとても重要になります。うん、はい、でね、この追加攻撃ってやつなんですけれども、はい、これは生属性の全体魔法ブレイブ攻撃プラス全体 HP 攻撃を放つっていう技になっております。はい、うん、でね、このリングホールドの、ね、段階が上限を超える と、この追加攻撃の威力が上がるんですよ。うんうん、でつまりこのリングホールドの段階が上限を超えるとすごい強い追加攻撃になって、上限を超えないときはいわゆる普通の追加攻撃が発動する、うん、はい、っていうイメージです。その段階によって1段階、うん、2段階、3段階とどんどん強くなっていくんではなくて、はい、ある一定の段階を超えることで強くなる。どうしたのみんな、もうすごい優秀じゃん。その通りです、はい、うん、でちょっとねこれ 今ってそのちょっと具体的に何段階まであって何段階以上になったら威力上がりますっていうのがちょっと言えない、その、まあ、絶賛調整中と言いますか、うん、なのでちょっと具体的な数字が言えないんでちょっと分かりにくいかなと思うんですけれども、イメージ的には今大和田さんが言ってくれたみたいに、うん、上限までは普通、上限を超えると強いっていうイメージですね。うん、なるほど、うん、なるほど、はい、でこの、ね、上限を超えるのと、あとこのリンゴホールドの解除に重要になるのはさっき言った、ブレイブ攻撃が変化するマジックパイルホーリーが、うんうん、はい、こちらになるんですよ。はい、はい、でこの詳細は次のスライドをどうぞ。はい、ということでこのマジックパイルホーリーがはこの弱体効果リンゴホールドの段階を1段階上昇させるっていう効果があります。でさらに上限を超えて段階アップができるのはこの攻撃だけなんです。え、そうなんだ、はい、でその後、リングホールドの効果期間がどんだけ残っているかもう解除する。うーん、解除する、はい、つまり、うんうん、このリングホールドを通常のそのユーリーの1アビ2アビとか EX とかでまあ、だんだん段階上げていくじゃないですか。はい、でその後に最後の最後によし、じゃあ上限を超えさせるぞっていう時にこのマジックパイルホーリガを当てると、うんうん、すると強い追加攻撃が発動するというイメージなんですね。なるほど、なるほど、はい、なんかまあ数字は分からないけど、うん、いろんな攻撃当てたりとかしてクリスタルの記憶がついてる時に攻撃当てたりとかしてリングホールドつけて、はい、頑張って段階上げて、上げてく、うん、その上限来るぞって時にマジックパイルホーリーが打つと解除と同時に上限も突破して強い、うんうん、
そう強いのが来る。道半ばでマジックファイルホーリーが打っても上限は超えなかったら普通のやつが普通のやつになっちゃうんで、うん、なるべくちゃんとこのマジックファイルホーリーがで上限を超えて強い追加攻撃を発動させましょうというイメージなんですね。なるほど、まあ、でもタイミングはつかみやすいですもんね、はい、きっと。そうですね、そんなにそのなんだろう、流動性のあるものでもないし、その敵が行動したから段階が下がるみたいなものでもないんで、うん、まあ、割とその計画性はあると思います、うんうん、基本的にトラップみたいな感じなんですかね。頭についてて時期が来たら発動するし、自分でこう解除して発動させることもできるし、とにかく頭の上につけておけば、そうですね、いい効果というか敵にダメージが、追加攻撃はその発動するというのは発動させられる、はい、その通りです。なるほど、すごい、なんかユーリーがまたちょっと変わりましたね、こう戦略が、そうだね、うん、楽しそう。そうですね、あの基本的にはあの付け毒というか、うん、その難しい管理とかは求められないタイプの追加攻撃なんで、うんうん、まあ普通にねどんどん攻撃していって段階超えそうだなっていう時にマジックファイアホーリーが打てばいい、はい、となっております。わかりました。はい、以上がユーリーの新武器でございました。はい、はいはい、といったところで今回の情報は以上となります。あー、フェノスケさん今回もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。オペオペ EX 激闘共闘オペオムブー。はい、このコーナーもとい部活ではオペラムニアを深めに楽しむ活動をしていきますよ。それでは早速今回の活動を発表しましょう。今回の課題は次元の最果て混沌第19層に挑戦です。はい、ということでね、次元の最果て混沌は前回ランクプレートの切り替わりである15層に挑戦してもらいました。今回はさらに次のランクプレートの切り替わりになる19層にチャレンジしていただきます。じゃあ、なんていうんですかね、この19層とかはそのランクプレートの切り替えを狙っているユーザーさんからすると、なんていうんですかね、3人パーティーでしっかりとしたその攻略というかクリアしているところを見たいと思うんですよ、うんうんうん、なんでちょっと今回大和田さんにはあの2人パーティーとか1人パーティーっていうそのテクイ強いクリアの仕方もあると思うんですけれども、あえてねこの3人でしっかりパーティーを固めて挑んでもらいたいなと思っております。わかりました。はい、ということで挑戦するのは大和田さんになります。はい、はい、ちなみに今回もお題をクリアしたらご褒美として視聴者の皆さんにゲーム内アイテムのプレゼントもございます。うん、はい、頑張っていきましょう。頑張ります。では今回のチャレンジスタート。それではパーティー編成を見てみましょう。はい、はい、おジェクト、ガイ、アシュラ、アシュラさん、うん、で召喚獣はイフリート。イフリート最近40になった召喚獣なので、しっかりレベル40にしてる、うんうん、連れていこうかと思いました。素晴らしいです。ジェクトともね相性いいもんね。うん、うん、なんか強そう。強そう。いいですね、あの HP ダメージ条件ね、突破って書いてあるのいいよね。熱いですね。いいですよね、うん、あの言葉大好きだわ。条件突破な、いいですよ、うん、そうですね、なんか結構、うん、多分その今のキャラクターたちも強いので、はい、もしかしたらあんまりかもですか、ちゃんと育ててればあんまりかもなんですけど、はい、HP 攻撃を結構してくるって、うん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 、噂に聞いて風の噂では。はい、で、ガイさんが盾役になってくれるターゲット固定とか、うんうんうん、HP 軽減とか味方につけてくれるので、そうですね、っていうのと、アシュラは適応の防御力下げるとか素早さ下げるとか、あと味方をすごい強くしてくれる、うん、そうね、アシュラがいるだけでパーティー強くなりますからね。強くなりますね、うん、でボコボコ叩いてくれっていう気持ちで父ちゃんを、うん、ジェクトを親父を呼びました。なるほど。ちなみにこれコールの3キャラは
狙いがあっての3キャラですか。なんか結構私コールでクラサメさんを連れていくのが好きなので、うんうん、まあその気持ちはわかるよ。そう、クラサメさんは結構いつもいるんですけど、あのたまになんかデバフをつけられる気がして。そうですね、結構デバフつけてきますね、うんうん、はい、それを補うのにユーフィーとパンネルを連れていきました、うんうんうん、なるほど、理にかなった作戦ですね。はい、ちなみにモリシーはどうですか、うん、この19層は。そうですね、私はジタン、アラネアさん、あとはセルフィーでクリアしました。はい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 、すごい爽快なバトルになりそう。なんか誰も行動しないままで終わりそうな。なんかその19層の先の 20層をこうピッてチラ見したら、はい、吹き飛ばしができませんって書いてあって、うん、そうですか、はぁと思って、うん、これもう今いる吹き飛ばせるメンバーで19層は行かなきゃと思って。そうだね、もう使えないもんね。そう、出し惜しんじゃいけない、うんうん、だからもう飛ばしまくりましたね。飛ばしまくりましたか。はい、いいですね。いや、素晴らしいですわ、うん、楽しかったです。では出撃しましょうか。はい、うん、はい、ではお願いします。行ってきます。いってらっしゃい。うん、はい、始まりました。はい、ジェクトさん、なんかもうジェクトさん所定どうしようかなって思うんですけど、うん、とにかく打つか。いいですね、別に誰に聞いたわけではない、この自分の中だけの悩みみたいなね。ね、なんか、うん、まあでもね、あの一番初めに行動できればね、敵をブレイクさせる可能性はすごい高いんで、うんうん、そうするとあの再行動ができるから、うん、いいですよね。あ、待って、あ、ビーストラッシュで攻撃中アップは使う。どうしたの、どうしたの。あれだね、うん、己との会話なのよ。ごめんなさい、何が起きてたか分かんない。でも攻撃力をつけたかったってことだよね。あ、そう、なんか初めからついてなかったんだって今思って。新しい発見がね。はい、はい、ではアシュラ。はい、うん、私はもう先に LD を受け切れる。うんうん、LD を打つ時には LD を打っており、打ってます。いいね、あの、うん、武器スキンがモグ、かわいいですね。かわいいんですもう。なんかステージに合わせたかのようにチェクトもボードだし、そう、合ってる。そうなんです、ボードが似合うんです。本当だな、この人たち雪遊びしてるよ。雪遊び。でバーケーションで、バーケーション。このガイアスイングを打つと、うん、堅固な肉体を付与して見つかった全員の、うん、HP 軽減効果がつくと思うので、はい、うん、最初に打っとこうかなと思います。はい、 EX からじゃないですか。私はこっち先に今アシュラ見てるしと思って、うん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 、思ったけど、いつも迷います。どっちから打とうかなって。気持ちはわかります。はい。迷うんだよな、でも。迷いはなさそうだった。全然迷いなさそうだよね。迷うんだよな、ポチ。待って。実はね、ジェクトスラッシュはね、アディショナルアビリティで回復できるから、見た目よりは回数使えるんですよね。そうですね。うん、で、私はこの無料期間でチャクラを、うん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 、使うとタポタポになります。いいダメージ。え？いいのかな？稽古の成果をお見せします。
はい、これ天照波を打って天照波を打ちます。天照波も結構いい威力がやっぱり、はい、しっかりね味方のブレイブ貯めたから、うん、いいダメージ出ますよね。そしてまた割り込んできてくれるんですよね、アシュラちゃん、うん、やってみます。父上、あ、倒した倒した倒した、想定外だどうしよう、もったいない、そんなことない、そんなことないんじゃない、持っちゃうかいいですね、なんか家感がすごいですね撃っちゃう撃っちゃう、うん、で、ウォークライ、はい、で、ターゲット固定とかするので、うんうんうん、役になってもらいましょう、うん、悩むんだよな悩むんだよな悩んでない感があるんだよな、なんか皆さん、来ました、うん、そうか来ましたよ、うんうん、EX タイム EX タイム打っちゃうか、いきます、見せてくれ、はい、五星高天照、えい、いやこれが入れたかっただけですが、僕の中で結構あるいや、来てくれるんですよ、うん、共演しましたね、私も驚いて、来てくれるんだと思ってめっちゃ嬉しかったですね、はい、うん、来てたよ、来てたよ、来てました、来てた、さあ、アーシュラが動きますね、動きますね、動きますね、稽古の成果をお見せします、いいダメージ、あ、出た、これなんだっけ、カエル、 HP が2000、カエルになっちゃった、カエルになっちゃいました、うん、さあ HP がね、だいがっつり下がるんだよね、これ怖いですね、うん、カエルにはならない。ならない。カエルにはならない。今は何確認だったの？いや、カエルはつけられない。くっつけられない。まあでもせっかくクラサメつけてきてるから、一回入れようかな。ほうほう。うん。うん。どうしようかな。いや、分配量がいいですね、やっぱすごい分配してくれるので、シャカだとね、天照波、エルディアビリティ使った後も天照波との相性がいいですよね、うんうん、何かがいろいろ切れそう何かいろいろ切れそうここでここで切れそうだからかいきなり使い始めてびっくりした今ちょっと待って相談もなしノールックバーストハットしましたいいのよ、赴くままにいきます、うん、いいてぞ、アルジェクト君が、はい、
軽くなってるよ相手。軽くなってる。怖い怖い。やる気。怖いよ。あれ？そっか、オジェクトフィンガーの後も無料になるんでしたっけ？はい。どっちがいいのかな。まあジェクトスラッシュの方が火力は出るイメージですけどね。うんうん。ブレイストラッシュ打ちましたね私今。ブレイスト対象がね魅力的だから。今なんで俺ジェクトスラッシュの話してうんうんって言われてるのにブレイストラッシュ打ってるのかなと思ってた。ごめんなさい。あのジェクトスラッシュ打ってるつもりでした。いいんだよ無料なんだから。まあ確かに。もう一回打てるから。いい。うん。以前第一の守りのブレブカさんもいい感じに、うん、ダメージの底上げに。うん、あいいですね。してくれる。強い。もう一回。うん。すげえ。いいダメージ。うん。いやもう曲もかっこいいな。かっこいいよ。ちょっと。うん、かっこいい。かっこいい。でかいモンスターに打つと絵になるな。うん、確かに。お、そしてまた彼のターン。え、まだ変える？うん、まだ変えるよ。一回外に動いてほしい気持ちはある。ああ、なるほど。これで消すんですね。消しちゃいます。不安は先に。うん。うん。うん。いい。あれ？あれ？今倒されなかったですね。あれ？今紫出てませんでした？紫出したね。今なんだろう。今騙された。騙してくるやついいんだよな。まあ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 。長い人生こういうこともありますよ。まあまあそうですよね。これは HP 攻撃でいいかな。まあさすがに。まあでもまあこっちにしとこうかな。うん、許すな。信じられなくなった。いいぞ。うん。持てる力を振り絞ってぶつけて。うん。このプチかわいい。はい、かわいいね。さて、もうラスト。もうラストなんです。さすがに、うん、さすがに火力が当時と比べると違うから。うん。じゃあ待ってるから一回ジェクトフィンガー打とうかな。余裕の。ジェクトフィンガーが本当に強くて。何も見えんもん。何も見えない。数字がパパパパ。ダメージ情報はね、うん、とんでもないお父さんよ。いやこれ気持ちいいよね。うん、気持ちいいです。お、はぜた、はぜた、うん、どうしようかな。どうしようかな。悩ましい。じゃあとりあえずクラファミね。でも結構もう、うん、もう見えている。召喚とかはどれぐらいのタイミングで
召喚をね、うん、このさアシュラーのさこうヤンが来てくれるやつをさ、うんうん、転結と合わせるとさ、ま、転結プラス防御力中段は素早さ中段だからめちゃくちゃ下がるってことですよね、うん、そうですね。だからこれを召喚中にやりたいなって思ってたんです。つまりここで召喚だと喋りながら思ってたんです。来た来た。いやかっこいい。よしペコペコいやいいね。うん、いやこの蹴り技かっこいい。かっこいい。いやー、これはもう素敵よな。肩がつきそうな。もう怒涛のフィンガー。怒涛の。怒涛のフィンガー。いやー。はーい、終了です。素晴らしい。見事クリアでございます。いや素晴らしいですね。やっぱ最近のキャラを使いつつだとだいぶ余裕ありますね、うん、そうですね、だいぶ。はい、ということでね、全部達成してるということで、はい、小和田さんプレイしてみていかがでしたか。いやでもなんかすごいお互いね強くして助け合ってパーティー全体がすごいなんか強かったので面白かった。本当にあの爽快に勝てたなっていう気持ちがします。いや素晴らしいです、うん、見てて気持ちのいいダメージが出ますね。みんな頼りになる。はい、ということでね、まだねこの次元の空手の混沌の第19層とかでちょっと苦戦してるって方はね、今のプレイなども参考にしながらぜひ攻略を目指してください。うん、はい。あ、ちなみに今回のクリアのご褒美は何なんでしょうか。はい、大和田さんが次元の空手をクリアしたということで、今回は特別に視聴者の皆さんへ2000円ジェムを6月の開発潜入レポート報酬に上乗せしてプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらは6月末頃配布予定だそうなので忘れずにログインしてゲットしてくださいね。ということで以上、激闘京都オペオムブのコーナーでした。オペオペ EX では最後にこちらのコーナー、お前が書くって言ったからさ。いいよ。こちらは毎回オペラオムニアに関する何かのイラストを描き、そのイラストが何であるかを当てるお絵描きクイズコーナーです。はい、1人がイラストを描いてお題を出題、残りの人が回答者になりますよ。はい、はい。前回はひとちゃんが出題、魔導アーマーでしたね。そうですね、魔導アーマーでしたね。素晴らしいですね、この魔導アーマー。3年前と全く変わらない形、変わらず寸分たがわぬフォルムで文字を書かなくなったのが成長でしたね。そこがね、そう、月日を感じました。はい、そして今回の出題は森氏、猿之助さんと大和田は回答者です。はい、普段通りの順番だったら書くのってオペの助だったと思うんですけど、うんうん、はい、あの今回なんかクイズ出題者のスタッフからの熱いメッセージにより森氏になったとのこと。なんでだろう、なんでだ、うん、もう事前に書いてるんですよね。そう、森氏には事前に30秒で書いてもらっているんですけど、はい、うん、はい、その理由は伝わらず、自分が背負った意味感じた。背負った意味は感じないまま旅に出たかもしれないそうなの。おかしい、追いかけクイズスタッフのあの熱いメッセージは何だったんだ。何だったの、どういうことなんだろう。え、じゃあ、まあ見てみますか。はい、はい、では森氏のイラストを見てみましょう。どうぞ。どうぞ。でで、こちらです。ということで私は何を書いたでしょうか。回答を書いてください。いや私分かった。マジで。いやもう、しかもスタッフの意図も分かった。ひとちゃんは分かった。分かった。ちょっと待ってくださいね。こんな敵いました。あれ、分かんないですかこれ。ああ分かったけど意図まだ分からないかもな。書けましたか。はい、書けました。はい、それではまずひとちゃん回答をどうぞ。はい、
森氏が書いたのはイフリートだと思う。では、のすけさんどうぞ。はい、私もイフリートだと思います。私が書いた答えはこちらです。どうぞ。イエーイ。うーん、なるほど。ということで答えはイフリートマテリアル、はい、新元獣界の方のイフリート。え、なるほど、はい、うん、そう、ダメなの。これでもダメなの。え、これダメなんですか。三角。新しいのが来た。そっか、ダメなのか。その腰のやつ、うん、あれはモリシがイフリートを書くときに書くやつ。何それ。何それ。そうそうそう、俺ね、前にも書いたことあんのよ。そう、すごい気に入ってんの。そう、イフリート腰にね、むくみをつけてる。苦労をつけがち。そう、だからもう絶対イフリートだと思って。さすが、さすがだよ。スタッフさんも森氏が過去に書いたあのイフリートを思って森氏に書いてもらおうと思ったんじゃないのかな。なるほどね、あの前に書いてるからってことか。いやでもこれは引っ掛けですよね。だってほら、普段のイフリートは腰についてるけど、うんうん、このイフリート腰についてないよ。そっか、え、そういうことだ、うん、はい、なんかそういう意図だったらしいです。今そう頷いております。や、うん、やっぱりあの腰のやつは書くんだねって思って。あ、まんまと引っかかっちまった。好きだよね、腰のあればっか見ちゃうんだよ。しかもやっぱり左右に炎あるね。確かに。ちなみに大和田さんどんなの書いてたの、昔のイフリート。下級あるじゃん、ひとちゃんも。私も下級ある。ドラゴンだった。ドラゴン。ということで、オペノスケさん、ありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、こちらのイラストはファミ通特設サイトでも公開されますので、ぜひチェックしてくださいね。以上、お前が書くって言ったからさのコーナーでした。オペオペ EX。さて、お送りしてまいりました、リシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オペオペ EX の第26回。え、そろそろ終了の時間です。番組では皆さんからお便りを募集しています。番組概要欄のリンク先にある番組投稿フォームから送ってください。あなたのプレイエピソード、〇〇がクリアできない、キャラの使い方がわからない、私たちの冒頭の挨拶の質問、普通歌などなど、たくさんのお便りをお待ちしております。うん、ということで、番組第26回、どうだった？今日も盛りだくさんだったね。盛りだくさんだった。ギルガメッシュ来たね。来たね、ギルガメッシュに来たね。まさか。いやー、いよいよ分かんなくなってきた。ね、でもギルガメッシュの BTLDA 楽しそうだもんね。うん、使ってみたいな。使ってみたい。なんか、うん、技もそれぞれどういう演出なんだろうね。ね。気になる。ドア消すかのファーストシーンが来て、うん、メインストーリー、あとはレイラさん加入、レイラさん加入、工作する石ユーリー、そうですよ、ピンチだったユーリーが、ね、このストーリーでどうなっているのか、うん、またメインストーリーも動き出す。いや、そうだよね、結構気になることだらけだよ今、うん、どうなるんだろう、どうなるんだろう、楽しみだね。あと今日はついに普通オタが来た。いや、それ嬉しかった、私嬉しかったね。たい焼きの食べ方聞いてくれて嬉しかった。私たちのたい焼きの食べ方気になってもらえて嬉しかったね。嬉しかった。またお願いします。はい、次回の配信は7月中旬頃を予定しています。詳しくはオペラオムニアの公式ツイッターなどをチェックしてくださいね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。